高野寺は、高知県高知市に所在する高野山真言衆寺院。板垣大輔の生誕地である。幕末の頃、高野山金合法児頭図上造院が焼失。焼失した道運を復興するために、院主であった、原新板垣与庄は諸国を巡釈していた。その折、廃物希釈により荒廃した、土佐の仏閣の山上を目にし、寺院混流を発願する。明治十年。 板垣大輔は聖火を離れ、高知市塩江神殿に転居した。このため、聖火は空き家となり、立志学者の校舎として使われたが、立志学者はほどなくして京町へ移転した。明治14年4月、原新町は、この板垣大輔の聖火を買い受け、高野山出張所の建設を開始。明治16年7月19日、建築落成左は、 板垣大輔記号による、市政またを確か秘書は12年4月6日、第4世住職、谷新さんの発願による、板垣会館が建設された。高知大空襲によって、本堂、ガランモロとも消失したが、板垣大輔の命日にあたる7月16日は、板垣の没後1年も欠かすことなく法要が営まれている。平成30年7月16日、 明治維新150年、板垣大1 0百回帰法要が挙行され、高知市長、岡崎聖也、板垣大輔子孫、NPO 法人、板垣会、一般社団法人、板垣大輔先生検証会ほか、無双磁気伝営新流刃術の関係閣位らも、列席の下挙行された。ありがとうございます。